どうも、愛知です。皆さん、もし、簡単なことで、今みんながやってる勉強法がもっと効率的になるって言われたら、嬉しくないですか？で、今回そのね、ちょっと、その簡単なことでね、効率的になるっていう、怪しい雰囲気、プンプンの動画をね、撮っていきますので、よかったら最後までお付き合いください。で、まあね、今からアドバイスすることはですね、多くの方が、はって思うと思います。でも、大真面目です、こっちは。大真面目に話していくんですが、そのアドバイス、何かっていうと、自分を信じるです。これがキーワード、自分を信じる。で、ね、何かっていうと、中高生、まあ特に中学生に多く見られるんですが、勉強してるときに、ふとね、あれ、この自分のこの勉強法合ってんのかなとか、このやり方でいいのかな、もっと効率的な方法あるんじゃねえかなって、ふと思ったことありません。結構悩んでる方いらっしゃると思うんですけど、そういった方にぜひね、今回のキーワードを届けたいと思って喋っております。でね、こう、例えば、スポーツでちょっと例えを出させてもらうと、二人の選手がいます。まあ、何のスポーツでもいいんだけど、二人の選手がいたときに、同じメニュー、練習メニューをこなしてる。で、片方の人は、その練習メニューをもう信じてるというか、これを頑張ることで自分の力も上がるし、例えば試合に出れるようになるとか、試合に勝てる、あいつに勝てるっていうのを信じてやってるのと、同じ練習メニューなんだけど、いや、こんなんやったって意味なくねとか、いや、無理だろ、これじゃあ。って思ってやってる人。まあ、想像できるよね。どっちが伸びるってこっちが伸びるに決まってるわけですよ。自分がやってることを信じてるからね。で、やっぱ勉強においてもそれがすごい顕著に現れていて、やってる時に、これでいいのかなって思ってる時点で、もう頭に入ってこないんですよね。入ってこないって言い方はちょっとね、極端に言っちゃってるけど、信じてやって、これ頑張れば、今これを解きといて頑張れば、自分の力が上がっていくって大丈夫って信じてる人と比べたら、もうね、雲泥の差ができんの。頭に入ってくる知識の量がね。で、その、勉強法っていうのはたくさんあります。Yahoo で調べてもらっても、YouTube で調べてもらっても、いろんな人がいろんなことを喋ってる。で、どれが正解とかない。勉強法にベストはないから、自分にとってこれが合うっていう勉強法が、みんなにとって合うかどうかもわからないわけ。逆もしかりだけどね。でね、例えば、その調べることはね、続けてほしいの。もっと自分に合う勉強法ないかなって求めるその向上心は大事だと思うから、調べてもらって、やべえ、これいいかもしんないって思ったら、試してもらって、実践して、で、そっちの方が合ってれば切り替えればいいじゃん。あ、こっちで行こうって。それはいいんだけど、でも、今さ、みんなが勉強してる時に、あ、これでいいのかなって思った時、でも、これでいいのかなって悩んだとしても、別に考えたとしても、勉強法は降ってこないよね、そこに。だから、その、悩んだところに何も変わらないんだよ。この現状は、この瞬間はね。だったら、もう、悩む気持ちはわかるんだよ。わかるけど、それを頑張って、ポイってしてもらって、今は、この勉強を自分が今やってる、このやり方で、信じてやるしかないよねって、開き直ってほしいの。で、今ね、まあ、1時間、2時間、何時間勉強するかわかんないけど、今からこの、まあ、ここまでやろうって決めた勉強、この内容で、一つでも多くのものを吸収してやるんだって。方法、うんぬんじゃなくて、一つでも多くのことを吸収するんだっていう、そこにもう集中してぜひやってください。ほんとね、その疑いながら勉強することはほんと伸びないです。頭残んないんで、全然もったいないんでね、時間が。だからぜひそのこれからね、特に受験が近づけば近づくほど不安と焦りがどんどん募っていく、大きくなっていくので、これが大きくなればその疑問がどんどん大きくなる、比例して。でも、近づけば近づくほど、自分を信じてやんなかったら。で、それ、自分を信じるっていう練習をしてるんだけどね、一個ね。受験本番で、やっぱ本番のテストの時も、根拠のない自信じゃないけど、自分に自信がある人ってほんと強いんだよね。下手すると、実力以上のものが発揮できる。で、逆は、その試験の時に、無理、私絶対ダメだ、落ちると思うって。やって受けちゃうと、実力全然出せないわけ。だからやっぱそこの練習にもなるので、ぜひ今自分がやってるその勉強内容を、まあこれでやるしかねえじゃんって開き直ってやってください。で、さっきも話したの向上心の部分、もっといいものがないかなって調べることも大事なんで、それは続けてほしいんですけど、今この瞬間はね、それでやるしかないっていう風に信じて、ぜひ勉強頑張ってもらえたらと思います。